動物の友達と VTuber トラジオット。この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシナデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日ちょっと見つけたイヤホンで、チーロっていう会社が出してるワイヤレスイヤホンなんですけど、これ3000円ぐらいで、で普通のワイヤレスイヤホンと違ってこれ骨伝導式のイヤホンなんですね。だからまあ耳を塞がないイヤホンなんですけども、そのなんだろう、耳の軟骨のところにこうイヤホンというかイヤリングみたいな感じでこう挟んで、で骨伝導で音伝えるっていう、そういうイヤホンなんですけど、これがね2980円で、もうなんか耳の中がこう、僕はあの何ですかね、この耳をこうギュッと締め、あのなんか塞いじゃうやつ、あのほらあのあれですよ、あのお尻の穴に入れるやつあるじゃないですか、あれみたいな感じと一緒の感じの、あの穴塞ぐやつあるじゃないですか、あれのあれみたいなやつを使ってるんですけども、でまあ寝ながらちょっとイヤホン聞きながら寝落ちするのが好きなんですけど、やっぱねつけっぱなしにしてると次の日朝起きたらやっぱ耳の中がかゆかったりとかちょっと不愉快になってたりするので、なんかこういうのつけてもいいのかなっていう気しましたよね。で値段も2980円で安いので、まあもしかしたらこれちょうどいいのかなと思って少し今考えておりますね。皆様なんかちょっと最近ガジェットを見つけたよっていうのがあったら、まあぜひぜひちょっとね、あのどっかで生放送中とかでそういう企画やるかもしれませんので、教えていただければなと思います。さて、最近ちょっとクマなんかが多かったんですけども、こっちも大変じゃないかなっていう気がしてますので、こっちのニュースも読んでいきましょう。鹿の飼育施設で男性職員が死亡、全身に傷、柵の中で鹿に襲われた可能性。島根県の野生動物放飼場で職員が倒れているのが発見され、死亡が確認されました。全身に複数の傷があり、警察が鹿に襲われた可能性もあるとみて経緯や死因などについて調べています。死亡が確認されたのは島根県中山間地域研究センターの男性職員64歳です。島根県雲南警察署によりますと、25日午後0時15分ごろ、島根県飯南町の島根県中山間地域研究センター野生動物放飼場で飼育作業に従事していた男性職員が倒れているのを同僚職員が発見しました。男性の服は複数箇所破れていて、全身には複数の傷があり大量に出血していたといいます。男性は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察によりますと、男性は中山間地域研究センターでニホンジカやアライグマ、ノネズミなどの飼育業務を担当。発見された当時はオスのニホンジカ1頭がいる柵の中で仰向け状態で倒れていたということです。警察は男性が鹿に襲われた可能性もあるとみて死因などについて調べています。まあ、この時期の鹿ということでございまして、鳥取環境大学の副学長であります小林さん、これヤフーのコメントに載せておりましたけども、今ニホンジカの繁殖期、まあ、山陰だと9月から11月にかけてオスが縄張りを持って複数のメスを獲得するということで、オスがかなり攻撃的になるらしいんですね。だからまあここで、向かい合ってしまったことが原因じゃないかというふうにも言われておりますけども、まあ、なかなか草食動物って肉食獣ライオンとかに比べりゃ優しいもんじゃないかと思ったら大間違いでですね、草食獣ってどちらかというと狩られる側なので、ピンチが起きた時、まああとは繁殖の時とかにフルパワーを出さなきゃいけない時のパワーっていうのがものすごいわけですよね。だから本当に肉食獣に対して一撃を食らわして、その場から逃げなきゃいけないっていうところで、まあ、それぐらいのパワーはありますので、普通にやっぱり死んでしまいますよね。でまあそういうパワーもある生き物ですけど、まあとりあえずあのこの研究センターの職員さん、まあ、飼育員ということだったんで、まあ、そういうところはしっかり気をつけていたはずだと思いますけども、まあプロ中のプロでもこんなことになって亡くなってしまうということですので、まあ、本当に素人が例えば最近動物が多いからっつって取りに行ったりとかすると絶対死にますよね。まあ、そんだけ野生の生き物の怖さっていうのを考えさせられるニュースなんですけども、この中山間研究センターも気になりますよね。島根県中山間地域研究センター、名前が長いですけども、でここは高齢化だったりとかによって過疎地域が増えてますけども、そういう場所っていうのをその集落の機能の維持存続をするためにどういうことができるのかみたいなところを研究する場所らしくって、でまあもちろん先ほども述べました通り、鹿だったりアライグマだったりノネズミの研究だったりっていうことで、まあ畜産系、農林水産系、水産じゃないですね、林業系ですね、林業とかの
試験研究とかっていうのを総合的に実施する場所でございまして、まあ本当に、全国にこういう場所があるのかはよく知りませんけども、進んでるなっていうふうに思いましたね。まあただやっぱこういうプロフェッショナルの人がいる中でもこういう事故が起きてしまうわけでございますので、もう皆様本当に鹿には気をつけていただきたいですし、まあもっと言うと熊なんかには絶対気をつけていただきたいなと思います。まあ本当に今野生の生き物と人間の共存っていうのがやっぱり難しいなっていうのを考えさせられる時期でもありますのでですね、まあこういう研究センター、まあ、おそらくここ開放はしてないと思いますけども、こういう研究センターから発信される情報っていうのはかなり有益なことが多いと思いますので、まあぜひぜひ皆様何かの機会がありましたらばね、この名前を覚えておいてほしいなと思います。ということでございまして、今日のニュースは鹿の飼育施設で男性職員死亡ということでございました。